あの天下一武道会で西山さんと試合することになったらしいですね。なんだな、あの引退試合でよ、西と戦うことにしたんだ。引退試合で。引退試合、何の引退試合ですか、あんたの格闘家の。いやだってアウトサイダーやって何十年経ちました。だいぶ経つな。引退もクソもないでしょ、もう。もうないな。うん、オワコンでしょあんた。っていうかあんた毎回約束しても約束しても、なんで配信中に人の悪口言うんですか。あのよ、ちょっとよ、酒飲んじまうとよ、はい、ちょっとそういう感じになっちまうんだな、言っちまうんだな。だからあんた嫌われるんですよ。俺嫌われるのか。嫌われてますよ。もう周りに変なのしか残ってないじゃないですか。変なのとか言うな。本当に9月23日天下一武道会に出ますか。いやよ、ちょっとよ、今こういう体だからよ。どういう体。ちょっと今何もしてねえから。はあ、予備用なんだ。はあ、だからちょっと 2,3 年欲しいな。 2,3 年。うん、 2,3 年後だったら俺バキバキにする自信あるな。だって3年経ったらあんた68歳でしょ。ああ、3年経ったら68か。俺やれます。いや、まだバリバリだべ俺。あんた毎回言い訳してそうやって来ないんじゃないですか。ないと思うよ。今この体でやったら負けっぺ多分。いや、負けたっていいじゃないですか。やることに意義があるじゃないですか。まあでも俺ぐらいになってくるとよ、負けたらかっこ悪いべ。いや、どっちみちかっこ悪いっすよ。まあ勝とうが負けようが。そんなもんかな。はい、試合に勝ってもあんたに対しておめでとうございますっていう人は誰もいないですよ。いるべ、一人二人ぐらい。いや、いないですよ。ん、いないのか。はい、いや、だからやります。9月23日やらないですか。一回やるって言ったのに配達場飲むんですかあんた。もうちょっと考えてたるんじゃな。いやいやいや、即答でお願いしますよ。あんたも不良の端くれでしょ。うん、じゃあまあまあ、じゃあ出る方向でか。いや、あんたバックレるでしょ当日。逃してきたらいいじゃん。いや、家わかんないですもん。橋の下ですか。老人ホームですか。まあ、そんな身なりだけどもよ、多分な。ダルク。うん、厚生保護施設。いや、なんかんな俺もな。いや、出るんですか本当に。まあ出る方向でいいか、はい、じゃあ、うん、いや困るんですよ、あのこっち運営なんで、うん、あの適当なこと言われると本当に困るんですよ。はっきりしてほしいんですよ。まあじゃあ出っか。まあ、とにかく、うん、あと2週間ぐらいあるんで、うん、まあ、頑張って練習してくださいよ一応。まあちょっと練習すっか。まあ期待はしてないですけど。うん、あ、スパチャいただきました。待ってかい。はい。ありがとうございます。そういえばよ、はい、お前25日よ。25日、うん、朝倉未来と、はい、メイビューザーの試合見るのかお前。メイビューザー、うん、あんた配信中でも、うん、メイビューザーって言ってますけど、メイウェザーですよ。メイウェザー言えないんですか。メイビューザーじゃなくて、はい、メイウェザー。はい、メイウェザー。メイウェザー。あんたメイビューザーっつってますよ。あれ、メイビューザー、はい、メイビューザーでねえのかい。はい、メイビューザーでねえの。はい、あとパッキャオのことをパッキョっつってました。俺酔っ払うとダメだな。まあ一応あんたには期待はしてないですけど、うん、天下一武道会用に、まあシャドーボクシングなんかちょっとやってもらえますか最後に。いいですか。しょうがねえな。はい、うん、帽子取れよ、うん、ほら。いきますよ、真面目に頼みますよ、うん、前世紀の頃のように。わかった。はい、もういいです、はい。まあ、ということで前向きに検討しててくださいね。まんだな、はい。まあ、ちょっと俺これからよ、はい、鬼太郎と用事あっからよ。鬼太郎、うん、あ、わかりました。じゃあな、うん、じゃあな、小泣きじじい。